この度国立大学法人香川大学、株式会社カモメア、あいおい日生同和損害保険株式会社は、医療と物流の地域課題の解決をテーマに、遠隔診療と無人ドローン配送に関する実証実験を実施しました。この実証実験において香川大学は、遠隔診療やドローン輸送に資する医学的知見、工学的知見の提供を、カモメアは無人ドローン技術の提供を、当社は第三者への損害賠償や機体損傷など実証実験中のリスクに備え、必要な保険のコンサルティングや提供を行い、運営主体として全体の取りまとめを行いました。それでは実証実験の映像をご覧ください。実証実験の舞台は香川県三豊市の粟島。人口はおよそ200人で、本島へは定期船で移動しています。住民の約 75% が70歳以上であり、高齢化が進んでいることから、医療体制の整備が喫緊の課題となっています。ここは粟島唯一の診療所です。週に2回本島から医師が派遣され診療を行っています。今回診療所では対応できない急患が訪れた設定で、遠隔診療のテストを行いました。当該患者は不整脈や胸の痛みを訴えたため、心電図の検査が必要でしたが、診療所では対応ができません。もしもし、粟島診療所です。お世話になります。すいません、山北さんがおいでて、朝から今日はめまい、息苦しさ、動悸とか不整脈があって、どうも体調が悪いんですけって言うんですけど、オンライン診療よろしいでしょうか。そうですね、はいはい、あ、はい、よろしくお願いします。山北さん、昨日まで元気だったようなんですけども、どんな調子ですか。そうなんですが、先生ね、なんか今日朝起きるとなんかこう頭がふらふらっとして、なんかこうめまいもするような感じするから、これは先生、これ早く行って見てもらわないかんとやってて、これ心臓でもなんかこうおかしいんじゃないかいなと思ったんやけど、はい、じゃあ看護師さん、血圧計をちょっとつけてみていただけますか。はい、今早かった、早かったら遅かったりしてます。はい、今血圧計で山北さんの脈拍を見ていたんですけれども、まあ、以前と違ってかなり不規則なところがあるので、はい、その不規則の感じから言うと心房細動の可能性は高いんですけれども、しかし正確な診断のためにはやはり心電図で診断しないと、まあ、お薬も出せないので、これからドローンで、モバイルの心電計をそちらに送りますが、まあ、30分後ぐらいに届きますけれども、使っていただけますか。はい、じゃあよろしくお願いします。それからですね、確か去年再生丸で撮った、うん、健康診断の時に撮った心電図、こちらで KMX プラスで見えるので見てみますと、非常に心拍数は等間隔で、要するに去年の健康診断では心房細動はなかったということで、まあ、最近になったんじゃないかなと思いますけれども、まあ、その確定診断のために送りますので、もう少しお待ち。そこで本島の松井病院からモバイル心電計デュランタをドローンにて配送し、検査を行うことにしました。こちらが本島の松井病院です。粟島の診療所からモバイル心電計のドローン配送を依頼されました。本島からドローンは無人飛行を始めます。また離発着ポイントには気象ライブシステムが設置され、安全に飛行できる環境をリアルタイムで判断することができます。当ドローンは 5kg まで荷物が積載でき、時速 50km で飛行が可能です。またドローンが危険を察知した場合は緊急作動装置が発動、事故を未然に防ぎます。本島から粟島の 4.3 キロを飛行し、およそ10分で到着しました。無人ドローンを活用することで、急を要する物品の迅速な配送が可能となります。
ドローンで配送されたモバイル心電計を使い遠隔診療を再開します。心電図こちらにもちゃんと届いてますよ。やっぱり肺角が、はいはいはい、心臓の動きが非常に不整脈が強くて、はい、ありがとうございます。やっぱり心房細動ですね。これは血液をサラサラする薬飲まないとダメなんで、はい、でこのデュランタを送るときに一緒に血液をサラサラするエリキュースという薬もドローンで一緒に送ってますので、これからそれを飲んでもらうんですけども、一応そちらで採血した血液を帰りのドローンに乗せていただいて、でこちら松井病院で調べて異常なければお薬を飲む方向になりますけど、よろしいでしょうか。結構です、はい、お願いいたします。本当典型的な心房細動です、ね、じゃあよろしくお願いします。モバイル端末を活用することで本当の医師が心電図をリアルタイムで確認することが可能になります。これにより詳細な診断を受け薬を処方されました。山北さん、こんにちは。こんにちは、はじめまして。以前淡島新生大学でお薬の勉強をさせていただきました薬剤師の新見と申します。ああ、そうですか。なんかこう、はい、見たことあるなような感じでやった。そうですか、ね、はいはい、はい、先ほどの血液検査では大きな異常はなかったようです。ああ、そうですか。ですが、はい、ですが心房細動という診断が出たということで、うん、ちょっと心房の中で血の塊ができやすい状態になっておりますので、はいはい、今回、はいはい、今回血を塊にくくして血栓ができないようにするお薬が出ております。あ、そうですか。はい、こちらエリキュースというお薬なんですけれども、はい、血の流れを良くして、はい、血管が詰まるのを抑える作用があります。はあ、はい、で飲み方は、はい、こちら1日2回朝晩食後に1回に1錠ずつ飲まれてください。はい、わかりました。食事が取れなくても飲んで構いませんので、なるべく毎日同じ時間帯に服用するようにしてください。はい、わかりました。はい、そして服用中は血が出るとちょっと血が止まりにくくなりますので、歯医者さんに行かれる時などは、はいはい、先生の方に必ずエリキュースを飲んでいるということを伝えるようにしてくださいね。この名前はね、このエリキュン、このここの服のエリを覚えてたら分かるよいね、エリキュン。そうですね、はい、そう思います。そうね、これちょっともっとこう大きなような感じを受ける、ちっちゃい声で聞くんやろうな。筒がちっちゃいけど、はい、うん、もう十分効果のある薬 で、 あ、そうですか、はいはいはい、安心して飲まれてください、うん、はい、ありがとうございます。こちらの方にお薬の詳しい説明が載ってますので、目を通されるようにしてください。はい、ありがとうございます。そして例えば異常な出血があるなどちょっと気になるようなことがありましたら、はい、必ず先生の方に報告するようにされてください、ね、はい、はい、そうします。はい、ではお大事になさってください。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい、医薬品もドローン配送することで迅速な医療体制の構築が可能となります。また血液検査が必要な場合もドローンを活用し本島での検査が可能となります。老化が進んで人も少なくなった状態で、もう
住んでる人はもう本当にいろいろと心配してるんですけど、一番心配しているのはもうこういうような病気で、そういうような状態で、原先生がこんな便利な絵物を発明しようかということをしていただいて、本当に我々を助かっております。そしてまたドローンとかいうもののこの便利なものまで、これでまた薬を送っていただくと、こんなありがたいことはないと思います。ただいまご覧になってご理解いただいたと思いますけれども、非常に簡単なテレビ画期システム等を導入しますと、非常に正確な診療ができます。その際一番重要なことは、単に顔を見て元気ですねとかいうそういった診断法ではなくて、心電図とか血圧とかあるいは脈拍、そういったものをきっちりとリアルタイムで送るようにして、そして初めて正確な診断ができると思ってます。当社の技術は物流だけではなく、災害時の人命救助や遠隔医療における医薬品輸送など様々な用途でご活用いただけます。ドローンにより人のつながりを強め、地域課題の解決にお役立ていただけるよう取り組んでまいります。遠隔診療や無人ドローンを導入することで、医療や物流の地域課題は解決され、住民の生活はより良いものになります。またこれらの技術を安全安心に活用するために、当社グループ会社の MS&AD インターリスク総研においてリスクの調査や分析を適切に実施します。アイオイ日生同和損保は地域社会とのつながりを大切に、より安全安心で豊かな暮らしの実現へ向け全力でサポートしてまいります。